皆さんは青森県屈指の発電所をご存知ですか？よく巨大なダムをイメージされますが、実はひっそりと建設された水路式の発電所がありました。しかし戦時中の資材不足、さらに十和田湖特有の悩みから複雑な水路によって建設された発電所でした。今回は十和田湖の発電計画とその特殊な構造とは何か、その秘話について紹介してみたいと思います。青森県十和田市、ここには日本を代表する湖の一つ十和田湖があります。十和田湖は貯水量4キロ立方の自然湖で、琵琶湖や猪苗代湖とは異なり、湖に流れ込む河川はなく、湖周辺の高原地帯から融解する雪解け水、地下水によって湖の貯水量は保たれています。この十和田湖から唯一流れ出すのが奥入瀬川です。奥入瀬川は延長67km の二級河川で、流れも緩やかで渓谷をゆっくり流れていきます。この奥入瀬川を利用して発電計画も考えられましたが、河川勾配が緩やかなことから、当時の水路式発電所の建設では建設費が高価になるとして、開発が着手されることはありませんでした。大正2年、東北地方に大規模な冷害が発生し、稲作は大打撃を受けました。青森県は冷害による財政悪化を考慮し、十和田湖に発電所を建設して、この電力で産業の安定化を図ろうと考えました。これが十和田湖の開発の幕開けでした。ところが当時の建設技術では、十和田湖の開発は膨大な建設費と電力の消費先が近隣にないことから、開発は進みませんでした。昭和9年、東北地方に再び大規模な冷害が発生し、さすがに政府もこの大凶作を打開するために、官政による東北振興事務局を設置しました。この東北振興は東北地方の疲弊克服、産業促進を図る目的として設立され、さらに国会でこの事業を細分化し、東北振興電力、東北工業の設立が法案化されました。こうして十和田湖の開発は東北振興電力によって検討されることになりました。昭和12年、十和田湖の発電計画は灌漑用水を軸に計画が具体化していきました。それが奥入瀬川下水統制事業でした。下水統制事業とは、河川にダムを建設した際に、従来の発電利用だけではなく、大雨の時はこの水量を貯水し、洪水被害を軽減させ、さらに渇水の時は灌漑用水として放水する、河川を多目的事業で利用することを示します。電力王と呼ばれた福沢桃助の一河川一会社主義とは反して、河川の独占は地域住民の暮らしを悪化させるものとし、下水統制事業は政府介入による地域住民のための事業でした。この考えの始まりは昭和5年、朝鮮窒素によって竣工した富泉湖第一発電所が始まりと言われ、大規模な流域変更によって降落差を得る発電計画がことの発端でした。当時放水先を河川にするのではなく、灌漑用水に接続し、水の乏しい不毛地帯であった松代里の地域を灌漑し、さらに工業用水、上水道として利用され、河川を幅広く利用する結果となりました。日本ではここまでの大事業を遂行できる会社もなく、政府介入の下水統制事業として各河川で開発が始まりました。日本最初の下水統制事業は愛知県の矢田川上流の山口ダムが始まりでした。現在は廃止されていますが、灌漑用水と洪水対策の2つの多目的事業から建設されたダムでした。
東北新興は大凶作を克服するため、国営開墾地を広げ、農業の促進、さらには灌漑用水、発電、さらには雇用促進を加速させるため、奥入瀬川下水統制事業を打ち出しました。この計画の中に十和田湖から取水する発電計画が盛り込まれました。当初の計画は十和田湖周辺を利用する5つの発電計画でした。1つ目は十和田湖周辺の湿地帯から流下する黄瀬川と蔦川の落差を利用する焼山発電所の建設。2つ目は十和田湖をトンネルで接続してこの落差を利用する真門発電所の建設。残りは2つの発電所の下流域に3つの発電所を建設して奥入瀬川下水統制事業としました。ところが十和田湖には流れ込む河川がないため、発電利用で取水すると湖の水位が徐々に減少する問題がありました。そこで十和田湖を主体とする発電形態ではなく、奥入瀬川を主体とする発電計画とされました。そのため計画された真門発電所は発電時の不足流量を十和田湖から放水する補助発電所とされました。奥入瀬川下水統制事業は計画を分担し、発電計画は東北新興電力へ引き継がれました。東北新興電力は長期的な開発になる上流開発を先送りし、昭和15年下流の立石発電所を竣工させました。建設が延長されている間に真門発電所の建設の見直しがありました。真門発電所の建設は十和田湖から直接取水する計画でした。ところが十和田湖の水位低下に反対意見があり、十和田湖からの取水に制限が設けられてしまいました。さらに建設の関係上、長距離トンネルを採用せざるを得なく、難工事の割に発生電力が小さく、さらに制限が設けられたため、建設には不向きそのものになりました。そこで真門発電所の建設を諦めて、焼山発電所の建設に十和田湖の流入を含めた計画を統合して計画変更されました。それが現在の十和田発電所の計画となりました。ところが十和田湖の利用に関して2つの課題がありました。一つは十和田湖には流下する河川がない。もう一つは十和田湖を安定的に使いたい。この2つを解決する発電方式が日本で最初に導入されました。それが逆流運転方式です。奥入瀬川は春から夏にかけて雪解けによる流下量の上昇がありました。特に奥入瀬川に合流する渓流から多量の雪解け水が地下水を伝って湧き出ていました。これを単に放水させるのではなく、十和田湖へ貯水することにより年間流量の平滑化が図れると考えられました。そこで十和田発電所の水路を奥入瀬川の渓流に通し、取水した渓流は水路を通って十和田湖へ放水することにしました。さらに水路の末端に発電所を設置して、発電時はこの渓流と十和田湖の流量を使用し、発電停止時は渓流を十和田湖へ放水する逆流運転方式が誕生しました。こうして十和田湖を貯水池として利用し、渓流放水によって十和田湖の流量は年間を通して一定にすることが可能になりました。ところがこの計画は東北新興電力によって着手されることはありませんでした。昭和13年、電力の乱開発を防止するために電力管理法が制定され、国営による日本発送電が設立されました。全国の電気事業者の設備は全て国家管理に置かれ、買収または譲渡が進みました。東北新興電力はもともと政府介入による電力会社でしたが、日本発送電は十和田湖の貯水に着目しました。
建設費の高価な大規模なダムを建設するより、十和田湖のように優良な貯水池を利用することで建設費を抑えられることから、十和田湖の開発は日本発送電が継承することになりました。こうして昭和16年、奥入瀬川下水統制事業は日本発送電によって着手されることになりました。ところが、日本発送電はこの計画で問題となった十和田湖へ流れ込む河川をさらに打開しようと考えました。計画では、十和田発電所は十和田湖の水量を一定値に保つ計画としましたが、別河川を十和田湖に流すことにより、さらに出力を引き上げれると考えました。そこで、秋田県の大湯川をトンネルで十和田湖に流し、この流量を計画中止にした真門発電所に供給することにしました。さらに、途中の渓流の総部川の流量を取水する計画と真門発電所を統合して、十和田第二発電所として計画されました。ところが、この計画は資材、労働者の不足により終戦を迎えました。十和田発電所は昭和14年から準備工事として着手され、昭和18年に順次竣工し発電が開始されました。取水口は青撫山のふもとに設置されましたが、当期に十和田湖は流氷が漂う難点がありました。そこで、流氷による水路目詰まりまたは破壊を防止するため、流動壁を4基設置して広範囲からの取水を可能にし、長さ40メートルの防波堤を建設することで流氷の接近を防止することにしました。また取水量を確保するために、十和田湖から流れ出す奥入瀬川には根の口清水門が設置されました。根の口清水門は十和田湖からの流下量を制限するために、昭和16年、東北新興電力によって建設されたもので、発電水量分をこの根の口清水門で貯水するものでした。小さな水門ですが、十和田湖の水量を確保する重要な水門として現在も大切に扱われています。十和田発電所の特色というと、逆流運転方式です。十和田湖からトンネルにより支線区間も合わせ 12.8km 送水され、本線トンネルは十和田湖から圧力トンネルで建設され、これに各渓流から注水する方式が採用されました。通常の圧力トンネルでは、流量を圧力で押し出すため、無圧トンネルに対して外径が小さくなるのですが、十和田発電所では逆流運転を行うため、流水が交互に流れるので、幅3メートルの広めのトンネルで建設されました。さらに、渓流から取水するときに、気泡が圧力トンネル内部へ混入すると、普遍的なサージ作用を引き起こす可能性があり、これを避けるため、取水後は車高を流れて、連絡水室を設置することで、気泡を緩和する構造にされました。また、圧力トンネルと渓流取水を混線する場合、発電所の急停止時にサージ作用が発生します。このサージ波及によって渓流取水口から逆流による噴出が発生するため、サージタンクより高い標高で渓流取水をする構造になりました。さらに、サージタンクは2つ設置され、補助水槽と調圧水槽に分けられました。これは水路自体の余水圧力緩和を補助水槽で処理して、水路の圧力緩和と発電所の圧力緩和を分ける構造にされました。そのため、水路の末端は補助水槽が設置され、ここで余水などを処理して調圧水槽に接続する方式が採用されました。当時設置された調圧水槽は現在は蓋がされて見えませんが、作動調圧水槽が設置されていました。これは作発電所で使用されているものを地中に埋め込んだもので、サージ作用に最も効果的な構造のものでした。
十和田発電所は奥入瀬渓谷の景勝地に建設されたため、通常の発電所のように道路から見える建設は規制に反するとして建設許可が得られませんでした。そこで窪地に発電所を建設し、さらに植林することで景観重視としました。また太平洋戦争勃発により、日本発送電としても産業の最重要機関を爆撃などによる空襲で損壊されると日本経済の多大なダメージとなるため、発電所は日本でも導入例の少ない地下式が採用されました。そのため水車基礎が地下28メートルに建設されました。放水口は地下放水路を使用して奥入瀬川の下を通り調整池へ放水されました。十和田発電所は十和田湖を補給として利用するため、発電所の出力に応じて多量の水量を十和田湖から取水することが可能でした。ところが多量の取水をすると、結果として多量の放水流が発生します。これを奥入瀬川に放水すると河川流量が不均一になってしまいます。そこで十和田発電所からの放水流は一度長さ330メートル、幅70メートル、深さ 4.3 メートルの調整池に放水され、ここで規定量を奥入瀬川に放流しながら下流の発電所の出力増大に供給しました。この調整池は十和田発電所の放水量を緩和することから逆調整と呼ばれ、十和田湖を調整池とする可変運転を可能とする優秀な発電所でした。現在は水圧鉄管も3本に増設され、昭和32年以降最大出力は3万キロワットに変更されました。当時十和田発電所に設置された水車は電業者の1万2000キロワットのフランシス水車でした。有効落差が100メートル以上はデルトン水車の採用が一般的でしたが、朝鮮窒素の水力開発によって実証試験が完了したことから、日本でも昭和10年以降徐々に導入が始まりました。青森県でも導入事例が少ない中、十和田発電所に導入され1万3000キロボルトアンペアの発電機2機によって66キロボルト2回線で八戸方面へ送電されました。今回の十和田発電所の建設秘話はいかがでしたでしょうか。戦前戦後の産業促進に大きく貢献した発電所というのがよくわかりましたね。また下水統制事業をもとに逆流運転など、日本では導入事例の少ない難しい建設技術の導入など珍しい発電所でもあります。現在も当時と変わらない十和田発電所ですが、今後も青森県のための発電所として評価されるといいですね。ご視聴ありがとうございました。次回作を急いで制作しております。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。